皆さんこんにちは 楽天証券経済研究所、客員研究員の方、吉和です。本日もよろしくお願いします。えー、本日もですね、先週と同じ、あの、台湾の問題を扱いたいというふうに思うんですけれども、先週もですね、ペローシーショックということで、まあ、アメリカのですね、あの、会議長のナンシー・ペローシーさんという女性の方がですね、中国の激しい反発、えー、反対に反する形で、まあ、台湾を電撃訪問したとで。それによってですね、この台湾海峡、まあ、日本からも非常に近いところにありますけれども、 そこでですね、こう一触即発の、えー、軍事衝突であったり場合によっては、 この中国がですねそれに便乗して武力行使をして台湾の統一に踏み切るんじゃないかつまり我々が生活するこの東アジアの地域をめぐる情勢が一気にこう変わってくるんじゃないかっていうですねそういう緊迫したあの情勢が先週あったというふうに思うんですけれども本日はですねその続編ではないですけれどもその後どうなったのかということをですねあのフォローアップあのキャッチアップしていきたいなというふうに思います。えー、仮ににこの動画少しははたたためななったなと思われた方はですね 気づけられます、えー、本日もパート1としては、えー、台湾有事、まあ、日本でも最近もうね、あのー、有名になった言葉ですよね、台湾有事を期待した中国人民と、パート2は、えー、ペローシー包帯から1週間が経ちましたと、えー、この間に中国が行った3つの戦、戦いですね、王は何だったのかと、パート3としては日本にとっても一言事ではないと。 まあ、あの、われにとっても、日本にとっても、関係ないことじゃないんだよっていうことを、あの、お伝えします。で、最後にですね、あの、いつものように、マーケットのヒントということで。あの、あの、ご報告したいというふうに思います。はい、お付き合いください。はい。パートワンからいきますけれども、まあ、あの、先週ですね。まさ、あ、に、ね、ペローシーが包帯しましたと。それによって、まあ、中国政府は非常に、こう、大きな反発をしてですね。解放軍もですね。あの、ペローシー包帯に合わせて。 中国の軍機、戦闘機がですね台湾海峡をバーっと横断したり、ですねあるいはその台湾の総統府の公式のサイトがダウンしたり、まあ、これサイバー攻撃だと思うんですけれども、まあ、そういったことが起こりましたよという話をしたというふうに思います。えー、ペローシーさんはですね8月の2日から3日にかけて約18時間台湾に滞在をしたと、で台湾を巡る緊張は一気に高まったということですよね。でその後、ですね、まあ、の経済制裁、世論的な攻撃、そしてですね台湾を取り囲むように6つの地域 でですね、これ、4日間にわたって大規模に軍事演習を行ったと、まあ、こういう形で,です、ね、中国は台湾帝国をまああの牽制したということですよね、で2日の夜です、ね、あの私はあの中国の国内にいる複数の知人とです、ね、ずっと連絡取ってたんですけど、みんなです、ね、あの幾度んに今夜、動きがあるんじゃないかと。 そういうまあ心境のもとですね、スマートフォンに釘付けだったっていうことなんですね。もう朝まで起きてたっていうことなんですけれども、まあ彼らが言うですね、この動きというのは、要はですね、このペローシーさんの包帯を機に中国人民解放軍が出動をして、中国にとって悲願である台湾統一に一気に踏み切ると、まあそういうことを指していたということだというもんですよね。そういった動きがですね、現実化すればそれはすなわち、まさに日本でも最近騒がれている台湾有事っていうのを あの意味するということだというふうに思,思って私もカタツを飲んでですねあの見ていたということですと同時にですね先日私もですね中国で長年あのビジネスをしているまあ東証プライム上場企業の経営陣の方とですねこの問題について議論をしたんですよねでそのうちの一人の方がですねまあ私にこういうことをまあ問題提起してきたんですねあの台湾有事が起これば この企業としてはどういうふうにすればいいんですかねとえずっと考えているんだけれども答えが出ませんとえ事前にどう備え起こったときにどう動けばいいのかえ何もしないっていうわけにはいかないのは分かるんですけれどもどこから手をつけていいか分からないとまあそういう形でこう途方に暮れていたとまあおそらくですねあの上場企業だけじゃないですけれども多くの日本企業まあちもうね中国と取引していない中国と何ら関係のない企業なんてうのはもうのもほとんどないのかもしれないですけれども仮にそういった台湾融資という事態がですねこの現実化する ばそれは多くの日本企業もちろん日本人の生命財産にとっても、まあ、非常にこう大きな脅威になるということだというふうに思うのであのしっかり見ていく必要があるというふうに思いますねあのペローシーさんが台湾から離れて1週間が、まあ、約一週間ですねが経ちましたとで結果を見ると、まあ、人民解放軍が台湾に武力侵攻することはなかったし、まあ、それがあのペローシー包帯が引き金となって解放軍と台湾の軍あるいは米国の軍が 交える形であの武力衝突に発展することもなかったというのが、まあ、一,一応現時点での結果ということですよね。で、一方でですね、あの先週のこの動画でも、まあ、今の台湾海峡をぐる現状というのは戦争の除去であると、もう一歩間違えれば戦争に発展してしまうと、まあ、そういうふうに表現したというふうに思うんですけれども、いわゆる台湾有事が、ですねこの現実のシナリオとして迫っている、あのペローシ包帯がそれをですねよりこう現実的な、そういった現実を、リアリティを、 よりリアリアスティックにに現実的にしたと、まあ、こういった分析というのは間違いないというふうに私は思うので台湾海峡をめぐる緊張というのは高まったんじゃないかなというのが私の基本的な分析です。はい あの、ここからパート2に行きますけれども、じゃあ、ペローセ包帯から1週間が経ちましたが、この間に何が起こったのかと、まあ、中国は台湾に対して何をやったのかということをちょっとあの、レビューしてみたいんですけれども、あの、端的に言えばですね、この緊張は続きました。しかし、平和が、 崩れるというこの危機的なな状況には至らなかったと,いうこと,だというふうに思いますあの国際関係というまああの学問の分野で平和ピースですねあのピース嫌いという人いないかもしれないですけれども平和というのはあのまあ学問的に言うと戦争が起こっていないな状態を指します逆に言えばその戦争が起こっている状況,状況というのは平和ではないということだというふうに理解は私はしてるんですけれども言うまでもなくですねこの昨今の国際関係はその意味で言うと平和ではないわけです。 なぜならばウクライナで未だ戦争が続いているからです。ただ、少なくとも現時点においてこう台湾海峡日本にとって目,の目と鼻の先にある台湾海峡が第2のウクライナと化すことはなかったとこれ、仮にですよウクライナでも戦争が起こって台湾海峡でも戦争が起こってってなるとですねこれもう世界的に この戦争、もちろんそれがすなわち第3次世界大戦ということでは必ずしもないですけれども、これも世界的にこのまあ戦争の時代というか、そういう非常にこう危険な状態に突入していくということだったというふうに思うので、まあ、もちろんいまだにでで、ね、この予談を許さない状況は続いていますけれども、まあ、そういう状況だったという,ことというふうに思います。あの中国はこの1週間、主にですね3つの分野でアメリカや台湾を牽制、批判した、そして圧力をかけてきたということだというふうに思うんですけれども、その3つというのを見ていくとですね、1つ目が世論戦。 世論をめぐる戦いですね。世論戦。これはですね、中国の外交部を中心に、今中国側はですね、集中的かつ持続的にペローシー包帯が いかに平和を脅かす危険、危険な行為だったかということを、こう、プロパガンダして回っていると。いわゆるまあネガティブキャンペーンと言われるものですよね。で、あの、ま、直近の例を見て,みると見てみるとですね、8月の9日に、あの、マーさんという中国の外交部の副部長、まあ、次の外務大臣になるんじゃないかっていうふうに、あのその可能性も指摘されている、まあ、非常に重要な方ですけれども、あのこのマーさんという副部長が記者に対してですね、これは米国こそが台湾海峡の平和に対する最大の破壊者であり、地域の安定に にとっての最大のトラブルメーカーであると、まあ、こういったコメントをしているということですね、まあ、世論戦1つ目、2つ目が制裁戦、制裁ですね、これはま中国はですねペローシーさんの包帯に対して一連の報復措置を取っているわけですけれども、まあ、そこにいくつか含まれていて、例えばその経済制裁というのを見ると、あの台湾ってあのパイナップルケーキって有名だと思うんですけど、そのパイナップルケーキの販売で知られる人気なお菓子のお店とか、まあ、インスタントラーメンを扱うまあ著名な食品メーカーなどを含めてですね、台湾 の食品関連の企業100社以上からの輸入を禁止しますと。 あるいはその建設業などに使用される天然砂、天然砂の台湾への輸出も禁止すると、あるいはその中国政府としてペローシーさん、そしてペローシーさんの親族に対する制裁措置、あるいはその米中間における軍の対話とか、この気候変動をめぐる協議とか、こういった一連の対話も中止すると、まあ、こういうですね一連の制裁措置を取ったと、まあ、これはもうとにかく制裁をどんどん加えていったということですね。で3つ目が軍軍事事戦です軍事あの実際ですす実際ねあの人民解放 中国8月の4日から7日まで4日間にわたり台湾を取り囲むように6つの箇所でそのうちの1つは台湾の東側日本の排他的経済水域 EEZ と言われますけれどもここ EZ ですねここにもまああのかかっていたということですがあのまあ6箇所で大規模なこう軍事演習を行ったとでこの期間ですねこの中国軍の,あの船であったり飛行機が台湾海峡の中間線というあのまあ台湾海峡中国と大陸と台湾の中間のラインですねこの中間線を何度 も超えていったとかあるいはその台湾初めてその台湾上空を飛行する弾道ミサイルが発射されたりとかあるいはその台湾本島を攻撃するという演習も実施されたというまあこれ非常にこう危険な状態だったと思うんですよねあの私はまあねその期間台湾にいなかったのでこう台湾の人々がですねどういう心境でその4日間を送っていたのかっていうのは非常にあの気がかりなところだというふうには思いますけれどもただ問題はですねこの演習というのは7日で終了せず 8日、9日もあの引き続き行われていると、この潜水艦に対する作戦だったりとか、海上における突撃行動訓練、まあ、こういったものが行われた、少なくとも私がこの動画を撮っている、今現在も行われているというのが現状で、ですね非常にこう予断を許さない状況が続いているということだというふうに思います。はい ここからパート3にいきますけれども、日本にとっても一言ではないということなんですけれども、これもです、ね、あの今後の見通しということで、3つの視点からあの解説をしていきたいというふうに思うんですけれども、1つ目が、米中関係は悪化する。 ということなんですが、あのバイデン大統領を率いる米国政府というのは、まあ、ペローシーさんの包帯に対して、少なくとも懐疑的な姿勢というのを持ってたわけですよね。実際にそのホワイトハウスや国務省なといったです、ね、この政府機関は、ペローシー包帯が米国の政府の立場を代表するわけではないんですよと、まあ、米国政府は引き続き一つの中国という政策を守っていきますよと、まあ、そういったことをです、ね、こう後手後手に回りながら弁明したという経緯があります。まあ、中国政府もそのこととは分かっているだろうと一方でですね 先ほど申し上げたようにこの中国政府の米国政府に対する報復措置というのは取られたわけですよ経済的に、えー、外交的に軍事的に取られたわけですねですから今後ですね軍事とか外交といった分野を中心に米中間の政府間協議は棚上げされて 相互不信は強まって一方で中国人民解放軍による台湾海峡付近における軍事活動というのはおそらく活発化、常態化していくということは間違いないというものでまさにです、ね、こう米国軍と解放軍の間の緊張関係も続くということだと思いますね。ですからその米中二大国、まあ、世界第一第二の経済大国ですよね、この米中二大国が対話なきしっかり話をしているわけではなくて対話なき緊張というこの関係を 続けることというのはまさにですねこう日本がこう暮らすこの東アジアという地域の平和であったり安定にとってはですね当然こう不利に働くということだというふうに思いますし、その米中のはざまで生きていかなければならないサバイバルを展開していかなければならない日本としてもですね非常にこう厄介なあの時期に差し掛かっていると不安要素となっているということだというふうに思いますで。2つ目がまさにその日本ということを申し上げましたけれども、まあ、今回のこの、まあ、ペローシー包帯 まあ一連の中国と米国の間の緊張によって日本の安全は 脅かされうるし日中関係の悪化というのも必死だというふうに私は思います実際にですね先ほど私が申し上げたその解放軍による軍事演習はまあ台湾の東側でも行われたわけですけれどもその中で発射された弾道ミサイルのうち5発が日本の排他的経済水域に打ち込まれるという事態が発生しましたで、これはですね当然日本政府は中国政府にこう抗議をしたわけですけれども一方で中国政府の立場というのはこの中国と日本のこの海の海域における国境線というのは未だに確定 していないなんだとしたがって中国としては日本が言っているその日本の排他的経済水域なんていうものは受け入れないんだと、まあ、こういう立場を中国政府っていうのは持ってるわけですよねつまりそもそもこの中国にはですね日本の EEZ に打ち込んでいるという認識すらないっていうことなわけです。 でこのいった事態が非常にこう危険だというふうに私は思うんですよね。つまり、その解放軍のこの地域における軍事活動がまあ活発化、状態化していくに伴いですよこの継続的にこういったですね中国の軍が放った弾道ミサイルが日本の,この排他的経済水域あるいは日本の領海に 打ち込まれる、まああの。よく日本のメディアはこれ落下するって言いましたけども、これは単なる落下ではないですよ。たまたまそこに起こってきたわけじゃないです。これは打ち込まれてるっていう認識をすべきだというふうに私は思いますよね。まあ、そういった可能性が高まったということだというふうに思いますし、まあ、特にですね、九州、沖縄の付近、まあ、南西諸島を中心に、まあ、日本の,この国家のですねこの安全、国民の安全が脅かされるリスクも同時に高まるということだというふうに思います。また、先週ですね、あのカンボジアで東アジアサミット外相会議っていうの 開かれたんですけれども、まあ、と、本来であればですね、この大きい中国外相と日本の林お正ま外務大臣の間で、この外相会談が予定されていたんですけれども、まあ、今回の,この中国の台湾海峡における軍事演習に対して G7、 日本も含め G7 主要7カ国が声明文を出してですね、まあ、反対をしたわけですね。中国さん何やってるんですかと、あのちゃんと責任ある行動をとってくださいということを G7 の,の外相、外務大臣が連名でこう声明を出したわけです。それに対して中国は猛烈に反発をしたんですよね。で、その反発をしただけじゃなくて、一方的にこの日,日中外相会談をキャンセルしてきた、まあ、いわゆる俗に言うドタキャンってやつですね、してきたということなんですね。これは、 何を意味するかというと、これ本来であれば日本だって、これ分からないですよ。いろんな人がいるんで分からないですけれども、まあ、少なくとも私から見たら、 ペローシーさんの包帯、まあ、迷惑な話ですよ。それを機に、米中間で軍事的な衝突が起こり得る、そういった局面に地域が緊張化するというのは、これ日本の、日本にとっては、私はこれは非常に迷惑な話だと思うんですよね。要するにこれは台湾問題をめぐる米中間の事件に日本が巻き込まれたっていう一つの構造を見出すことができるわけですよね。当然ですね、日本は米国の同盟国であり、西側先進国の一員であるということで、中国の、まあそういうですね、拡張的な行動に対しては、 一貫し,した団結した声を発していくこれはもう当然の責務だというふうに私も思います一方でそれによってですね中国が日本に対して敵対的な強硬的な姿勢を取ったりそれによって日中間の民間交流とか経済関係がこの悪影響を受けるとそういうことになればそれはそれで問題ですよねですから足元こう米中関係と対話問題というこの非常に壮大なテーマが引き金となって日本の安全が脅かされていると日中関係が悪化しているとこれは少なくとも 問題であると。 野放しにしておいていい放っておけばいいというそういう類の問題ではないというふうに私は思っています。3つ目ですけれども、3つ目は中国の内政にとっても不安要素が増大するということですね。これまでもですね、中国の最近の国内情勢、特に2022年に入ってからですけれども、ウクライナ問題とかゼロコロナの問題とかでこう、まあ、経済の悪化、景気の低迷も含めてですけれども、非常にこう大丈夫なのかということで不安視をされてきた中国の国内情勢ですけれども、まあ、今回のペロッシーさんの包帯で不安要素というのは増大 したというふうに私は考えてます秋まあもう100日以内に迫ってますけれども秋には5年に一度の党大会が開かれます中国にとって台湾というのはですねこの革新的利益絶対に譲れない利益ということでなんですよねでありその米中関係というのは中国にとって最も重要な大会関係であると で、それらが同時に緊張化しているというこの現状というのは習近平国家主席にとっても非常にこう難しい舵取りが求められるという、まあ、そういう非常にこう緊迫感のあるあの状況に陥っているなっていうふうに私は思います。まああの経済がですね、なかなかこう上向いていかないという状況の中で台湾問題がヒートアップをして、 こう中国がその中で国際的に孤立をするというような状況になれば習近平さん本人の責任問題にまで発展してですね、この党大会をまたいで中国の政治経済及びその中国の国際社会における立ち位置に そのものももに劇的な変化が生じるる可能性もあるとでそうなれば、ですね当然、もう日本との関係もそうだし、この経済情勢もそうだし、まあ、エネルギーとかインフレの問題とか、あるいはそのウクライナ情勢の行き先とか、いろんなところにですねこの影響が出てくるということだというふうに思うので、まさにですね今回のペローシス訪が引き金となって、この我々が生きる、この世界、地域における不安要素、不確実性というのは増大したと、まあ、そこはしっかりとですね認識しておくべきじゃないかなというふうに考える 最後にマーケットのヒントですけれども、えー、3つ挙げたいというふうに思います。1つ目が、えー、米国と中国という世界2大国の関係悪化、緊張化は、究極のマクロリスクになると。 いうことですね。前と究極のマクロリスク。だって米中関係というのは世界で一番大きい二国間関係なわけなので、特にそこに挟まれている日本としてはですね、あの米中関係の悪化というのは非常に大きなマクロリスクになるんだっていうことですね。で、それは今回一層こう膨らんだということです。で、二つ目としては台湾問題を引き金に日本の安全や繁栄が 脅かされる可能性があるんだという現実を直視すべきであると、まあ、そこから目を背けるべきではないということですねで3つ目としては向こう3ヶ月、まあ、これから約100日間の中国の国内情勢に要注目ということだというふうに思いますはい楽天証券の投資情報メディア投資ルがお送りしております仮に先ほどの私のフォローアップキャッチアップですね台湾情勢をめぐるフォローアップですけれども少しはですねためになったなと これからこう日本がですね、この地域でどういうふうにこう生き残っていけばいいのかということを考える一つの機会になったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録そしていいね押していただけると大変勇気づけられます。またお目にかかります。ご清聴ありがとうございました。